よ。この間黄色い枠を持っているのを見たんだけど、これのことか。これ使い方もわかんないし、欲しかったらやるよ。いいの？自分たちのとは言わずに。これで通れるようになるわね。通れるようになるとかそういうこと言ったら気にするやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで夏の月17日、これね、やっとトマトとひまわりができたんよ。ほんとやっとやわ。あれやな、トウモロコシもできんかな、ついでに。こんだけの期間かかったということは、どれぐらい？ 2 週間ぐらいかかった？このドラえもんの世界で。ほらほら、もうトウモロコシとかまだまだ全然できんし、つら。とりあえず、1個ずつぐらい。あ、トマトは何回でもいける感じか。あ、その辺は何？今までと同じような感じ。これはあれかな？ 2 回目からはやっぱりできるのは早い。よね？ここまではもう伸びてるわけやけん。ああ、いいね。いいね。ああ、ひまわりは根こそぎいかれてしまうけれど。これ星どれぐらいなんかな？ちょっと見たいんですが。そして今日こそカジキを釣って、県に渡しに行きたいと思っている。もういっぺんに収穫できるようにしてくれんかな、ガガガガガっと。なんなん、1年目って全部さ 0.5 って決まっとん、星の数。え、つらー。こんなに一生懸命育てているというのに、まあ、繰り返し育てれるのはいいよね。とりあえずひまわりどうしよう。でも買ってきたところで多分もうね、もうね、間に合わんと思うけん。とりあえず私は釣りへ行きます。ちょっと待って。行こ行こ釣り。この時間から釣れるかな？あ、待って。ちょっと私お猿さんに挨拶してくるわ。とりあえず毎日ね、お猿さんに挨拶することにしとんよ。あれ、有効度を上げようかなと思って。え、どこ？おらんくね？この辺？え、いなーい。ちょ、お猿さんいないんですけど。お、いないぞ。え、いない。え、でもマーク出とったよね。ってことはおるはず。なんだ、どこ行った？え？え？おらん。マジでおらんのやけど。お猿さん。お猿。え、いない。なんでなんだ。木の陰とかにおったり。え、いないんですけど。どうしてですか？その場所におらんときには、マップ上からも消えているはずなんだけどな。いなーい。じゃあ釣りに行こうかな。ああ、おった。ちょっと。このタイミング。よしよし。このタイミング。朝の散歩中かな。いいね。でも最近ずっと一人でしか見かけんけど、親は。あれ多分子供の方よね。待って、鶏のお世話忘れてたわ、私。かっこー。今日も元気だね。え？今日卵産んでないよ、どうした？健康状態がよろしくないのかい、もしや。え？コッコの健康状態。いや、普通ですけど。別に特に何もない感じだけど、何？どうしたの？何があったの？はい、餌。そして、はい、おやつ。オッケー。さあ、釣りに行こう。今日こそカジキを、高級巻き餌を使って、ザザーン岬。よし。ザザーン岬の、浅瀬部分で釣れると、聞いたので、ちょ、そこで、この辺かな？私、いつもあの橋のところから釣りよってけんさ。ここで釣っていこうと思う。これ最後の高級巻き餌よ、いける？いけます？さあ来い。そういえばここで私釣ったことないよね。
あった？ほい。どうなんやろ、これ。この魚影は。よし、ほい。すすき、お前じゃないんだ。お前じゃないんだよ、今は。ちょ、カジキ。高級巻き餌できたのか、鈴木とかやめて、ちょっと。来い、来い、来い。え、でかい！これじゃない？わからんけど。どう？あー、来たー、カジキー！やったー！あっという間やった。結構あっという間やった。で、高級巻き餌の効果は持続したってことかな。あ、すごい、星4つ。じゃ、剣はどこ？コロコロの森。よし、行こう。行った！ちょ、カジキ。ね、カジキ。はい。うわ、なんか瞬間移動したけど。よし、これでシーフィーさんに怒られなくて済むぜ。大丈夫？あんたたち何度言ったら。あ、いいところに。これプレゼント。私からと言えよ、私からと。こんなもので。ありがとう。受け取るんかい。あんまりうるさくしないでね。うんうん。優しくなったし、シーフィーさん。ふぅ、助かったぜ。それじゃあ仲間に入れてやるよ。ありがとう。ありがとう。それじゃあ言葉に甘えて。あ、静香ちゃんもいつの間にやら。あ、のび太たち来られたんだ。よかった。静香、一緒に遊びましょう。仕方ないな。ここが俺たちの秘密基地なんだ。絶対他の奴らにはバラすなよ。ね、この間、黄色い輪っかを持っているのを見たんだけど。これのことか？これ、使い方もわかんないし、欲しかったらやるよ。いいの？やった自分たちのとは言わずに。これで通れるようになるわね。通れるようになるとかそういうこと言ったら気にするやろ。のび太ちゃん本当に変わったものを欲しがるね。必要なんだよ。そんなことよりせっかく仲間になったんだ。遊ぼうぜ。もうこれが手に入ったら私はどうでもいいよ。正直どうでもいいよ。しばらく経って。ふう、今日は楽しかった。また遊ぼうぜ。そんなことよりだよ。え、これは？あっこに向かえばよろしいのかしら。よう。昼になったね。11時がもう昼っていうの？私的にお昼は12時からなんだけど違うの？わからない。ちょっと待ってね。とりあえず、私は洞窟に行きたい。洞窟、洞窟、ゴーゴー。よし。ドラえもんに聞いたぜ。通り抜けフープを見つけたらしいな。ほらほら、早く使ってよ。せかさないでよ。それじゃあ通り抜けフープを使うよ。ててーん。どこかに繋がった。早く行こうぜ。一番乗りかよ。何があるかわからないのに行っちゃダメだよ。あ、でも、ああ、行った。行くんかい。結局行くんかい。え、なになになに、なんか、神殿みたいなとこ。なっあれ。なにこれ、奥にこんな広い部屋が。マップっぽくないなんか。大きな絵。壁画だね。でもよ、ところどこ欠けてるぞ、これ。それに、欠けている部分が落ちているわけでもないし、持っていかれた。意図的に。この壁画は何の絵なんだろう。欠けているせいでよくわからないね。どこかの景色みたいだけど。そうよね。壁画のかけらが揃えばいいんだけど。どこにあるんだろう。もしかして。ここないならもしかしたら誰かが持って行ったのかな。そうなのかな。のび太、お前がこの洞窟を見つけたんだから、お前がかけらを探せよ。僕が何もかも。たけしさん、それはひどいわよ。泣かなくても、静香ちゃん。なんか見つけたら言えよ。じゃあ、いや、待ってよ。いつでも金魚の糞みたいについていくスネオ。のび太くん、僕も探すの手伝うよ。私も手伝うわ。優しい二人。
ドラえもん、しずかちゃん、ありがとう。ねえ。どこかにヒントはないかしら。ヒント？もしこの壁画のかけらが誰かに隠されていたら、ヒントがあってもおかしくないでしょ？そうだね。え、そういう感じなの。そうだよ、きっと。どこかにヒントがあるよ。よし。探してみる価値はありそうだね。洞窟を調べてみよう。ヒント？そんなゲーム感覚なの、持っていった人は。これ、柱に何か書いてあるわ。ん？クイズ的なのか。本当だ。なになに？大樹の木を斧で切り開く。え、切るの？大樹の木。そっちも？ない、ないの？他の柱にも書いてあるみたいだ。これらをヒントに探そうよ。うん、頑張ろう。私も探してみるわ。よし。ヒントがわからなくなったら、またここに来よう。オッケー。なるほどね。とりあえずは、斧で、大樹を切り開いて、壁画のかけらを見つければよろしいと。まあ、とりあえず今日はここまでにしておこうかな。あ、そっか。どこでもドアは一体どこに？あ、もしやない。いや、いいんだけどもね。いいんだけどもね。歩いて帰りますよ。はい。はい、帰りまーす。壁画が、お、びっくりした。きっちりと見えるようになったら、なんかあるんかな。帰ろうね。よいしょ。餌も置いてるから。さてさて、ということで。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、なんかまた新たな冒険っていう感じになってきたけど、向こうの世界、元の世界に帰るのに関係あるのかな、壁画。そこが謎。